決勝があることなどもちろん知らせません。 そして予選2位通過はこの人、菊地亜美。スピード感あふれる倒れ込みで距離を出しました。しかしそれ以上にすごいのがリアクションです。一体なぜこの人がアイドルをなりわいとしているんでしょうか。いずれにしても菊地決勝進出です。さあ3人目はこの仕掛け2回目、最も欲しがり菊地亜美、次期クイーン候補。そうですね、そうだね、芸術点が。さあ菊地まもなくゲットイン。さあいった。さあ菊地、まずはその表情に注目です。きた、前回の記憶を呼び覚まし、わずかこんな4秒で見せ場を入れてきました。さあ問題はスライダー。ただいまの記録12m80cm です。菊池残念ながら首位には立てませんでした。かかったか、止まったな。それでも見せ場を作ってくるあたりはさすがです。あ、そうやって関東ナンバーワン、私が一番だっていう指は。え、ここでもしかして菊池の手に出た、最近バラエティでメキメキと頭角を現している菊池、スタートゲートオープンしました。さあ菊池どんな表情を見せるのか。これいいんじゃない。あっと、この表情、我は期待が持てそうだ。果たしてどうか。さあスパイダーです。どうか、おっと伸びている、伸びている、伸びた伸びた、どうか、伸びていきました。菊池やってのけました。さあ計測です、はい、ただいまの記録 18m90cm。 18m たっぷり踊り出ました。さあご覧いただきましょう、たっぷりのローションをかぶり十分なスピードを得ることができました。スライダーの姿勢も申し分ありません。笑ってるようにも見えるし、指を一本立てて私がナンバーワンだと気持ちが指に出ちゃってるわけですね。いやいや、すごいすごい、横横の毛、菊池の毛、菊池の毛、菊池の毛。というわけで菊池現在トップに立ちました。どうも大丈夫です。いや嫉妬するぐらい面白かったわ。そうそう、アイドルだから今後の活動に支障出ちゃう。いや出ないでしょ、もうもう出ないでしょ、仕事増えるでこれ。